はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、もう後ろの方にはお店見えているんですが、千葉県の八街市にございます元祖肉玉そばおちさんにお邪魔しております。こちらのお店は以前もつけ麺をいただいたりとかしたんですけれども、本日はね、店名にもあるように元祖の肉玉そばをデカ盛りでいただいていこうと思っております。こちらの元祖肉玉そばなんですけれども、鶏、豚、牛と3種類の動物系の出汁を使ったスープを使用しておりまして、このね、濃厚な動物系のスープはこちらのおちさんのお店のみでしか食べれない特別なスープとなっております。でめちゃめちゃ濃厚で、日本一ご飯に合うラーメンということを掲げて、作っているラーメンでございますので、今回はね、そちらの一杯と白いご飯と合わせて最高にね、うまいセットで食べていこうと思います。それでは行ってまいります。はい、ということでただいまね、店内の方に入ってまいりまして、こちら本日いただく肉玉そば、めちゃめちゃでかいサイズでいただきました。でプラスね、もちろんご飯でございますね。ラーメンはこんな感じでございます。はい、ということで、本日いただくメニューはこんな感じで、早速いただこうと思います。いただきます。ちょっとひとまずね、こちらのスープから。よいしょ。めちゃめちゃね、濃いんだけど、しょっぱいわけじゃないのよ。出汁感というか、この動物感がね、めちゃめちゃ濃いんで、絶対ご飯に合う。一旦ね、こちらのお肉で、はい、卵、うわ、ライスと、こんな感じでお肉とライスでいただきましょう。久々ですね。やっぱうまいっすね。海苔とニンニクのライスということで、超ジャンクな感じですね。はい、大阪の方から、
こちらのチャーシューなんですけれども、まあもちろん自家製チャーシューでして、こっちのねメインのお肉は豚バラなんで、脂が強い部位と赤身の多い部位って感じで、バランスがめちゃめちゃいい。ぜひねこれ皆さんもトッピングしてこのチャーシューね食べてみてください。マジでうまい。ちょっとねうまくて忘れてたんですけれども、卓上にあるこちらのねブラックペッパーで少し味変をしたいと思います。まあでも、みんながもう、っていう方が
がやるぞっていう状況をそのみんなで共有していかないと始まらないっていうのもあるし、また今の感じだとちょっと怖いなだけでは影響しなくなったらそこをどうされますかっていうのを待ってるんじゃないですか。菅総理はこのまん延防止等重点措置についてこういう認識を持っているんですね。昨日の発言なんですが、東京都は病院に行かれてきた、その中で感染者が増えているので、それでは、もう少し強力な対策をすべきだったのではという仕掛けがですね、まん延防止等重点措置の対策は強力だというふうに思います。これは8時までですか、ね、そういう話題といった中で今日も予定してもらえたかと思います。それだけでの総理協力なんです。私は東京都の地域で一度よくあれの発言が取り組みたいと思います。やっぱり不安を感じているのは、確かに都道府県に知事がすることが当然あるのが大変、そういうものがありません。その知事の手でなんか基本的に例えば大阪と東京の対応権、東京の都合がないという意見を進める違いが、そうですね。またリモート。そしたらこちらのね、味玉で最後の一口でございます。それくらいのことはないの、もうなんか反応が鈍くなっちゃってる。だから今までと同じことになれないと僕は気をつけられないな。うわぁ、うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということでただいまね、こちらの超特大サイズの30層の、肉玉そば完食いたしました。こちらのね、30スープなんですけれども、以前勤めていたお店の店長さんをやられていた時に開発したスープでして、豚と鶏と牛使ったこの30スープね、オリジナルのね、一杯がいただけるのはただいまね、この八街の肉玉そば、おちさんの方でしか食べれない一杯となっております。まあもちろんね、同名のメニューとか、まあ、似たようなメニュー、いろんなお店にはあると思うんですけれども、このどっしりとした食べ応えのあるうまいスープに関してはこちらのお店でしか食べれないんで、気になった方はね、ぜひおちさんのお店でこのね、肉玉そば食べてみてください。で、このおちさんのね、お店、コロナ禍になる以前は11時から夜の10時まで営業しておりまして、まあ、定休日もあったんですけれども、今ね、特別営業ということで時間が変更になっております。定休日がね、もうなくなりまして、お昼の11時から夜の9時までの営業となっておりまして、16時からね、18時の間は中休みになっておりますので、ご来店の際はお気をつけください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。